はい、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。ヒーローズのフェローをしている菊谷と申します。はい、今年2019年、ラグビーワールドカップが日本で開催される年で、それはアジアでも初です。皆さんが本当にラグビーをしている方が本場のラグビーを、国内で見れるっていう、そういう素晴らしい年になると思うんで、ぜひラグビーに興味を持っていただいて、で足を会場に運んでいただいて、で日本だけじゃなくて、ね、世界のチームの選手を応援していただければなと本当に思います。はい、日本代表の選手にはですね、まずこの試合日本代表のメンバーに選ばれるっていうところに向けてですね、すごいハードなトレーニングをして、それに対する時間も使って、家族との時間も犠牲にしながら、やっぱりこう日本代表に対しての思いを込めて練習してきた中で、選ばれる選手も30人と、そういう厳しい世界です。その中でその選手たちが活躍するというところを本当に、まあ、OB としても一ファンとしても応援したいと思っております。そしてこの19年の4年に一度の祭典が、選手にとって本当に素晴らしい時間になることを祈っております。そうですね、まあ、試合というところはあんまりその小学生の試合今までそんなに見る機会はなかったんですけど、今徐々にこう自分のコーチとしてのキャリアの中で小学生と対峙する、小学生をコーチするという時間も増えてですね、本当に素晴らしい環境だなと思っております。で今日ヒーローズカップに来てですね、本当改めて思ったのはですね、アフターマッチファンクションの素晴らしさですかね。はい、やっぱり保護者もいて、コーチもいて、で運営のスタッフもいる中で、そして終わってからやっぱ自分たちのラグビーと相手のラグビーを称える、そしてレフリーからのこうアドバイスをもらって、でお互いのチームをねこう称え合うっていう、そういう文化がねやっぱラグビーの中であって、それがこの小学生の中の試合でまた行われているということは、改めて素晴らしいことだなんだなと思いました。でそれにやっぱりキャプテン、小学生なんですけども、しっかりと感謝の気持ちを込めた挨拶ができて、でスタンドに向けても挨拶をしっかりできるという、そういうやっぱラグビーって素晴らしいスポーツだなというものを改めて感じることができた、そういう大会でしたね。はい、ですね、まあやっぱり試合することがやっぱりまあ楽しいことでもあるんですけど、勝つ負けるっていうものが絶対についてくる中で、勝つチームはまたさらに夢に向かって、一つ前進することができる、まあ、くしくも負けるチームもあるんですけども、その中でもねやっぱりこうチームメイトとねしっかりとボールをつないだっていう、この練習、日頃の練習とこの試合での思いが、今後のラグビー生活、ラグビー以外のね人生にとってもすごく大きな意味をなすものだと思います。なんで本当に負けたから勝つからっていうわけではなく、このヒーローズカップで試合をしたっていうことに対して誇りを持って、次のステップに進んでいただければなと思います。